はい、ゾーイパートナーズの大森です。今回ですね、実際にあの消毒をしていきたいと思います。やるときにですね、全体的にかかるようにやっていきたいんですけれども、葉っぱの表だったり裏だったり、あとはまあ枝だったり幹だったりで、下の方にもですね、こういう感じでこういろいろね、あの葉っぱとかね、草とか草花ありますんで、この辺のところにもね、しっかりかかるようにやるというような感じになりますね。っていうのもですね、あの虫がどこにいるのか基本的に分かりませんので、見てね、見つけられるようであればそこね、しっかりやってあげるだけなんですけれども、それがね、なかなか分かんないと、まあ、どこにいるのか分かんなければ全体的にしっかりかけておくというような感じの必要があります。でですね、たまにね、あの虫とかね、あの金魚とかメダカとかね、いろいろね、飼ってる時があるんですけれども、そういうところでですね、かかっちゃうと基本的にそういうの全部死んじゃいますんで、かかるようであればなんかね、ブルーシートをやるなり、どかすなり、液がね、かからないようにしてあげないといけないというような感じになりますね。実際にちょっと今やってみます。はい、こんな感じですね。まあちょっとね、結構雫がこうポトポトポタと落ちているようなぐらいまでやってあげた方が、あの虫はね、あのほとんどかかるんじゃないかなというような感じですね。まあ上からやってみたり、横からやってみたり、下からやってみたりね、この中にこのあの棒のね、あれね、刺してね、中のところもやってみたりというような感じです。まあ実際ね、虫がどこにいるのかわかんないんで、こんな感じでやるというようなところですね。で、消毒液、まあ殺虫剤っていうのと、あとは粘着剤っていうのを混ぜてあげて、この状態でですね、雨が降らないで乾いたら効果が持続するというような感じです。もちろんかかった虫はね、あの そのすぐ後に雨が降ったとしても死ぬと、いなくなるというような感じですね。というような感じで消毒やりますね。まあ小さい木だったらね、全然あの大きめの噴霧器使わなくても基本的にはあのまあいいんじゃないかなと思いますね。まあ小さめのね、1000円とか2000円とかで売ってるやつとかでも対応できるんじゃないかと思います。あとはですね、背が高いやつとかだと脚立に登ったりして、ちょっとね、ノズル伸ばしたりしてビューッとやってあげるというような感じです。基本的にはですね、全体的にまんべんなくかからないとダメですね。まあ注意しないといけないところとしてはですね、下にも虫がいるかもしれないですし、壁にも虫がいるかもしれないんで、まあね、その辺かけてもいいよっていうようなことであれば、全体的にかけた方がいいというような感じになります。はい、消毒終わりです。